お待たせ。どうも、トランジット、原のこしです。そして、どうも、新田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあさあ、元気に行きましょう。九月入りました。入りました。うん、入ってるか、ら、先週から。あ、そうやな。先週から入ってる。一日放送分。はあるなありますんで。その、八分。多分、しかもさ。先週も多分、言うてるよな。先週言ってる。九月入りましたね。だけ恥ずかしくなって。で、言った瞬間に、あ、言ったなって思ったけん、恥ずかしくなって。なんか、こう。 フラッッシュバクしてきた冒頭月変わったこと言っとけばいいやみたいな感じの雰囲気で取られるのが嫌やから今やめた途中でそういうことじゃないですからね皆さんそういうことそういうことそういうことじゃないからねそういうことそういうことそういうことじゃないということ難しいね日何かどんどん苦しくなっていきよう感じがするさあ始まりました「トランジットのどこでもラウンジ」さあ今日はちょっと皆さんにご報告から行かせていただきますはい などの皆さんに募集しておりました、うん、推薦メール、はい、そ,うそしてクリア条件が100通、はい、なんと KOR メンバー達成しましたありがとうございます この百通集まればポッドキャスト企画から、はいうん、10月からこの地上波に行って KOR の枠ができるという企画ですよね。はい、素晴らしいこれもう達成しおこれはみんなの力ですね。はいでみんながレギュラーを一個くれたってことで僕た本当そうですよ。はい。まあそして太宰も含めインクルージョンさんも含め三、うん、組で地上波に進出ということなんで、うん、まあより一層楽しみにしていただければなとそうですよ。だからポッドキャストとあのを地上波に持っていくことでもいいですし、うん、向こうで全く違うことをやってもいいと。 そう,で,す、ね、そうでも普段聞いてく,くださっていない方にも地上波では確かにねとどろかせられるということですよ名前をそしてまたこの「トランジットどこでもラウンジ」に帰ってきてもらえばそう,もう最高です、ね、ウィンウィン <laughs> ウィン本当にウィンウィン使い方はもういやあ捨てるそれウィンウィンですよじゃあ誰か負けてますかそこで負けてないよね <laughs> ルーズルーズではないなな,ないないない確かにそれはないけど、うん、まあそうですねだからどっちから入っていただいてもいいんで、はい、とにかくどっちも聞いていただきたいですねでだからその推薦メールで募集してたんで、はい、たくさん届いてるんですよ、ね、ありがとうございますなのでまずちょっと名前から言っていきますね、うん、まず 大内田さんありがとうございますそして八佐兄さんありがとうございますムーさんありがとうございます、えー、直丸直間さんありがとうございます駄菓子屋春ちゃんさんありがとうございますトラクローさんありがとうございます七四 <laughs>、えー、さんです あれです最後リアクションに困らせてもうこっちにいるスタッフさん全員が俺を今言ってくれましたけども8人ぐらいいたかなそういうつもりでやられたそうつもりというか言ってましたからスタッフさんえ、ありがとうございます全然ガラガラやったやっぱね隠せないのよお前の声って奥におるやろあなたがいや奥におる奥に俺やろおっとしくないんやけどねあ嘘。その奥にはおるんよねなんか知らんけどすごいですよ毎週楽しく聞いてますとか うん、で上手ですよね安定感ありますよねとただ欠点がない分面白みは少ないですで何やそれ <laughs> なんで最後に怒られなきゃいかんの <laughs> そうやんウやんでも二人のトークの成長が耳で分かる番組とかあ本当ホですか,なんかこう番組の感想と一緒にこの推薦してくださってますんで、ね、ありがとうございますこれからも本当皆様こラウンジになればいいなと思いますんでね本当、はい、先ほども言いましたけども地上波から入っていただいてもいいですしこれは なんか思うけどさいい名前よねどこでもラウンジってなんかこう改めてなんかこうなんか良くない本当に その使いやすさもあるよねそうそうそう,そうなんか困った時にさやっぱこう皆さんもラウンジにみたいなのも言えるし、うん、そうそうだから自分で紹介する時はちょっと恥ずかしいけどさその言われる分には全然いいやん,なんかたまに繰り返される時あるもんね何てそのトランジット「どこでもラウンジ」っていうのをやってるのど,どこでもラウンジ?」みたいな <laughs> ちょっとそのクエスチョンマークがたまにその浮かぶ人はおるけど確かに熱血マンデー野球塾で聞き返されるもんそうそう熱血マンでわかるやん何してるかがわかるからどこでもラウンジって実際意味が分からない <laughs> <laughs> かね、だから聞こうってなるんですよまあ確かに、ね、そういうことですよまあ興味は引いてるかもしれないですねはいはいはい、はい、まあそうですね皆さんも本当に今後も聞いてください、うん、そしてあの推薦メール送ってくださった方もね結構初めて多分送ってくださった方が多いんですよ、はい、だからこれをきっかけにあのメールを送ってくだされば嬉しいのでよろしくお願いいたします、はい、いやこれあのオープニングで俺なんか毎回その怒っちゃってるじゃないですかうん、そそれれはもうその本当にあこれ そのお怒るお怒りを見つけようと思って過ごしてるわけじゃないんですあ,<ー>あれって。え違うのあれただ本当に怒ることが多いから言ってるだけなんですけど、うん、ついに心配をされまして<え>あのその応援してくださってるファンの方から、うん、あの劇場を出た時に差し入れをいただきまして「荒田さんいつもあのラジオでイライラされてるので」っていうあの <laughs> あのリラックスする入浴剤もらいまして。 これで怒りを鎮めてくださいあんなに怒ってるとおかしくなっちゃいますよって言われたのよいやだからやばいんだって本当にえ俺どんな風に見,見,見えてるし聞こえてるんやろうなっていう。う ややばいんねっんか俺もやっぱ言われるよたまに荒田さんってあんな人格なんですねみたいなそのもうんか意外とやっぱイメージに意外とないらしいでも俺一瞬たりとも猫かぶったことはないからね全部のお仕事でねいやそうそうだから怒る時他のとこでも怒ってますもんねだって大きい声も出すしやっぱんだか見たことネタだけとかだったらそうなるかもねネタでも怒ってる時は怒ってますよね まあまあでもやっぱそネタっていうのがあるからねまあまあそういうことでそれはやっぱキャラとしてでも冷静にしてたらラジオだからこそ怒れるんですよだっておかしいですよね夕方のニュースにあのアナウンサーが読んでる時に横で「ふざけんじゃないよ!」っていきなり言ったらおかしいですよね <laughs> 言ったらおかしいしそこでなんか自分のエピソードトークとか話すとこじゃないし <laughs> <う>ん <laughs> なんでそれそ<う>怒ってますよっていう入りでエピソードトーク話すの有田さん最近何かありますかってよくオープニングに振られるんですようんうんその時に「最近っすね大森がおかしいと思います」って言ったらおかしいですもんね <laughs> おかしいおかしいです おかしいよ長いしなぜこの子はこれをここで喋ろうと思ったんだろうという <laughs> あの切られるよそういうやつ <laughs> だから話してないだけなんですだからまあそういう一面が見られるという意味では「どこでもらラウン」じゃまたいいびっくりするほどリラックスできました入浴剤あそうありがとうございますあといぶしたピスタチオ頂い,いて初めて <laughs> 何それいぶしたピスタチオピスタチオって商品名なそれいぶしたピスタチオいや自分で名前つけた <laughs> でそれは袋で売ってるんじゃなくてあの ちゃブートみたいなああいいねだかるもう量り売りみたいなやつそう量り売りみたいな感じで燻製にしたピスタチオあおいしそう香ばしくてもう一個置いとったら家中広がるぐらいいい匂いでもビール進む進むで本当ありがとうございましたその方だけに今俺言ってますやめてくださいそれはそれはちゃんと自分で直接言ってくださいだから今日イライラしてないんですあれ入ったら入浴剤をやっぱ意外と効果そうですそれぐらいで沈まるんかい全然だからご心配なさらずっていうことです 新 <laughs> たにじゃいっぱいあげてください。すみません。<laughs> よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いいたします。はい、でも本当に皆さんねたくさんのメールありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。じゃあ今日も始めていきましょう。K O R トランジットのどこでもラウンジ。K O R トランジットのどこでもラウンジ。さあ改めまして皆様こんばんは。こんばんは。は今日はちょっとメール読む前に一個ね。うん 事件起きてます警察呼んだ違う警察呼んそのす全ての事件にすぐ警察呼ばないあそこまでじゃないってこといや違いますいやこれねあの我々の問題というか<え>あのバレ始めてるえちょっとえあれがだからわかんな気づいたいや気づくよそれはそれはちょっともう気づいたんやったらあなたの口から言うてえ実は二人とも、うん 恋愛体質。気づいた熱いにちょっとも違います。はずあの、その常に恋愛してたいみたいに映るのはずあの、エピソード1で気づきます。<laughs> あ、そう。その恋愛体質ぐらい俺らが。<laughs> こいつら恋愛好きなんだろうなっていうのは、エピソード1でもう分かります。<laughs> あ、本当ですかはい。もうそんなバレ始めてるとかじゃないです。え、何これは、お笑い、そしてまあ、吉本、う,うん。という、 物にいいてて始めてるというか、うん、何これ我々福岡 NSC2 期生じゃないですかはいはい、はい、で今もう NSC6 期生募集しててそう今5かそうねあ今5か、うん、5で五期生で今6期生募集してはい、はい、で5期生までいるわけじゃないですかはい、はい、だからまあ後輩も言ったらもう3年分いるわけそうだ100人以上いるからね100人ぐらいいるから後輩だけで、うん、であの先輩たちに言われ始めてます何 自分たちが一番下だと思ってるんだもんだ。<laughs> <laughs> これはよくない。これはでも。あります。正直。あの後輩ムーブ。が。そのうますぎると。ああ。うますぎるって言ったら、ちょっとあれかも。語弊があるけど、その後輩後輩してると。甘い蜜だけ吸うなと。<laughs> <laughs> 誰誰から誰から言われたいやーもうーいろんな人そうだカーネギーの澤さんとか、うん、もう気づいてだから俺らがお世話になってる先輩方は,はい、はい、もみんな思ってて多分ある時多分みんなで集まった時に、うん、あの話したんやろうねあ,あいつら<う>甘い蜜ばっか吸ってんじゃねえよとでなんかほらどの後輩連れてってますみたいな会話になる時あるはいはいはい、はい、そん時に多分かぶってるのよみんなああ<ー>もう2期生ばっかり ああそういうことか我。我々の先輩たちが、うん、誰を召し誘ってますじゃあ、原とか、新田とかそ<う>あ、そういう名前、淳とか、そういう名前が上がってきて、そう,そういうことか。で、みんな、あれあれ,あれ,あれ <laughs> え、あ,れあいつらもう3年目よなみたいな。 でなんかあいつらが後輩連れてったみたいな話聞かんなあみたいなああこれはねまあそのもちろんそのちょっとねこうご時世的な問題もあるんですけどそうもう言いだ言い訳をまずしようじゃん一旦一旦言い訳をしようやいやその言い訳するときって言わんよそういうことあだけどそれなんかねちねち言ったらさあ<ー>もうそこいつら言い訳してるやん逃げてると思われるだけどだけナンパの時でしょナンパしますって言ってナンパするやん <laughs> 我々って意思を見せちゃう,うそうそれと一緒だけ言い訳しますっていうことまずコロナ禍 ですよね。だからその飲み会が禁止されてたと。だからこそ後輩をなかなか誘いづらいのが一つ。うん。とあと我々があの何、ー、すっけあのー、ギリギリ劇場によく出させてもらう世代なんですよ。そうですね。で我々の一個社の三期からした四期五期は。 ななかなかこうオーディションとか勝ち上がらないと遠い道のりという状況なんですよだからこそ劇場でで一緒にななることがほぼほぼぼいんですよ、うん、だからし楽屋も、えー、俺らの下だけ上だったりとか別だったりしてなんか接点が。 まあ俺らからも設定を持ちに行けると言われたらあれですけどもいやそそそううれも大事やから、ね、なかなかあとやっぱね俺らは先輩とコーナーで仲良くなったんですよ劇場の平場と呼ばれるとそこでいろんな絡みして楽屋一緒で話して飲み行くかで飲み行くハマるっていう流れなんですよ。うん、その流れがないやん今、うん <laughs> あの思った以上にちゃんとした言い訳すぎてちょっと引いてます <laughs> でも当たってるでしょいやまあまあそれは確かにあるけどだからその中でも俺らがやっぱ先輩として貫かな,ないといけないんですけども言い訳もういいって <laughs> もう苦しいよもうだからちょっと、ね、そろそろやっぱその俺らもねじゃあもう誰かわいがるか話し合おうじゃあ あなるほどねもうそんなこんなゃあ可愛がりますんでよろしくお願いします」とか言うだけ言ってもそそうう全部カットですほんなこれマジ決めてるよ誰あのパスタとパスタああじゃあ何で言うの先にパの口しとったけパスタとパスタの真鍋ですで今ナベって言ったじゃないですかどっちほら今洗ったからくないこうなってるんすうもう挑発でちょっとせ毛の方ああツッコミの方だツッコミの方ですはい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  藤原藤原が逆か藤原があのボケのタイプちょっとこう静かめに見えるこれも明確に理由があります何ですかあの真鍋以外があの俺のこと先輩と思ってないあ全員お前のことなめてるってことあごであいさたんでってもう本当に。で藤原とかやばいですえ何？あのもうめちゃくちゃいじいじってきます俺のああそうなんやだかそういうタイプなのよロートーンで何かこういじるみたいなあでもよくない 俺感じるんですよあ俺怖がられてるなっていや絶対やっぱ言,う言うよ普通にだからお前を怖がってる分のしわ寄せが全部来てるで俺後輩に怒ったことなんて一回もないんですよし、うん、怒るという感情もまず分かないんですよ、うん、だからその何で怖いって思われてるのか分かんないんですよだから聞いてんのよ「どこでもラウンジ」の冒頭だけ <laughs> えあっこだけ聞いてる言ったらあいつらが悪いやいその後も聞かんと <laughs> いやお前でもちょっとやっぱこう見た目がさ、うん、俺に比べると怖いのよ そのやっぱ年下やったらなおさらねでも俺体育会系だからちょっと怖く見られるかもしれないです俺だけもう先輩の時だらおじようます!」ってもうガッてやるから上下関係がしっかりしすぎてんだろうねあ,あとこれほんとすまあ、もう言っていいですか正直に<何>正直あの挨拶が甘い後輩の挨拶あんま聞いてないです あーなるほどねあのまああってなっちゃうんですもう、ね、嫌いになりたくないんですよでも第一印象の時点で結構マイナスなんだで目合わせて「おはようございます」って言ってくれる子には「おはようございます」って言うんですよ、うん、けど「あす」みたいなとか「新さん今俺気づいてるかな俺通ってる気づいてるかな?」って思うのを俺が気づくんですよそので気づかれなかったら挨拶せんでいいやみたいな時ももちろん人によってあるじゃないですか、うん、そんなんとか見るとあのもう本当に記憶しちゃうんですよね脳が。 だからそういうところもしかしたら見られてるのかもしれないそうだかだか分かってんだ感じ取ってんだろう多分だだ俺が後輩から話されるとしたら最近まあ別に、まあ、全然それこそ太宰とか話はい、はい、全然話しますしすパフェとか、うん、えでも話す後輩いっぱいいるんですよ、うん、けどそのよく最近聞かれるのが「原さんやっぱ給料もらってますか?」とか,なんかそっち系になってきたのよ <laughs> だから <laughs> じゃそういう話じゃなくても,なもっと別の話しようよっていう。いや伺っっててんだって その怖いんだよ多分お前がその挨拶の時とかちょっとウェッてなってる時に若干多分顔似てたりしてんのよああでもマスクしてるよ <laughs> 目だけで伝わってたやん <laughs> いや目だけでもさこうちょっとやっぱ怖い時あるやいやもう俺そこは基本やけんさもう絶対的にあまあだからそれはもう仕方ないそう,そういう人間やもんなそうだけどこれ先輩と関係を築いてから緩くするのはいいのよ うん、その分かるお互いの信頼関係のもと、うん、ただ一発目は緩いとねっていう感じになっぱ野球だよねまあ野球だね大会系やなやそう,うめっちゃ厳しかったし先輩もっていうことだよな、うん、で俺誰が可愛がるってことよねいやそうよ だからなんかもうビビってるかもよ <laughs> もう名前呼ばれたくないって思ってでも俺パフェの角とかは年一個上かな角がでももう角は結構意外とやっぱこう行かれてるそう行かれてんのよじゃあダメだねそうだからそこ以外のやつらは行かないといもう一個言い訳していいですか年上が多いんですよあそれはあるね後輩に四十、うん、40代とか そうだまずかわいがるって言葉が俺からしたら失礼なんですよそのいや人生の先輩じゃんっていうあ可愛がるって言い方せんときもいいけどおごるとかも,もあんまり米沢さんとかにおごってもらえるけどガリゴリゴリめちゃくちゃ俺らおごってもらってるよゴリゴリおごってこの国の後輩ムーブでそうそう吉さんましあれやったっす」って言う「<laughs> う,うっせえお前」っつったら傷だもんラーメンおるもんねもう <laughs> その感じなんですて <laughs> ううううでこう入ってくる後輩が逆にいないのよこの わかる俺らはもう喋れるやんもうかあんまりこうガッと来る後輩いないねもっと来ていいっすよ後輩の諸君もう全然そう言われたらこれえんよいやでもそうするしかないもんないやだから角はもうだからちょっと角はやめていただきたいこうこうその行かれてない人誰よいやだからもうその4期生とかになってくるのかな俺一番飯をごったのマネージャーの西だよもだからそうないだから俺らも自然とやっぱ一緒にいる時間が多いからそうなってくるにかな 近くの駅まで歩き寄って飲むとかそういうことになっちゃうもんなもんでもそれはもうよくない後輩たちからしたら印象悪いよえ誰、ー、誰その西田ばっかりみたいになるしまずみ,みんな劇場に来てくれんとさだってうん誰がおるあとね実家生とかなんかめっちゃ遠くに住んでるぞおるよね。まあそうねそう俺らもう可愛がってもらうためだけに引っ越してきたの天神博多にうんその感じ欲しいね もっとそのこびてこいよといや後輩後輩してほしいあーなるほどねだか後輩分そっちは可愛いもん絶対逆にしてほしいっていうね、うん、確かにまあそういう声できたら可愛がる性質ではあるもんね新たも、ね、いやそうですよ、うん、その深くだから狭くそうやな行くからだからこうあげてよいやでもその言うて俺もそんなにわからんから <laughs> 俺はもう明確に決めてるからそのパスタとパスタと鉄とかもさ言ってるやんもん佐藤さんとかそうダメなのよさんとか鉄,鉄とかもうこれ<う>福岡吉本知らない人すみませんね今知らない人の名前たくさん出てきてるいやこれはもうでもしょうがないと思うもう決めないといけないからええー、だからもうそのだから下行くかよもっとその開拓されてないその4期5期 もう5期なんて1人も顔わか,からないし4期もわかん、ね、からない4期もだ誰が4期なのかってもちょっと分か,らないいやわかんないだから1戦とか4期の 1>, 1戦も年上大作戦まあ1個上よね上よ 2>, 2人とも1個上なんやもう可愛がから虫っこ下だなまあ聞きえ柱とかうんゴリゴリ上やん <laughs> いますよでもいますよで四4期生は特に年上が多いかもねそうねわびさびわびさびねわびさびね 若いねああだからいいんじゃないあいつらだってちょっと可愛いとこもあるし可愛いげねうんそうねとこもあるしまあまあ分かんないけどだからそういうことでこのラジオを聞いてくれてる可能性あるやん後輩たちが今ねもしかしたらこのラジオ聞いて一発目に話しかけてくれた人無条件でそれがたとえ年上であっても 六十八歳マリリンであっても、マ <laughs> リカタメンテッドのマリリン,マリンであっても、こ <laughs> いマリリン。<laughs> 僕はメッを一緒に行くと。<ー>まずは確定はい。いいもん食べさせてあげて。それはじゃあ。いいんじゃないですか。それで。<laughs> そうしてみましょう。だからもうちょっと新たからしたらまずその。 自己紹介からしてよっていうこと、ね、自己紹介しててっいうかこの気軽に話しかけてほしいな、ね、<ー>まあガツガツ俺はもう今澤さんにしても松尾さんにしても賞金さんにしても<ー>高橋さんにしても野中さんにしても全員自分から話しかけたからいやそう俺ら言ってたけど絶対に話題持って一個自分で話しかけてやっぱ絶対仲いい方がいいって思ってたもんねそうそうそうそ,うそ,うそうしたらやっぱ自然とやっぱこ,うこいつうるせえなって思っても結局可愛がってもらえるんじゃないかなっていうのあ後輩後輩っぽい人が結局可愛がられると思いますけどね,ね <laughs> そうだと思います、はい、いやだから新たにこれ後輩聞いてたらもうじゃあ後輩じゃなくてもいいですもうあの普通の今リスナーの方<え>。<laughs> えもあなたをえ俺声かけられでてさ飯怒らないから無条件そんな企画じゃないと思ってやりすぎですねいやじゃそれでいきましょうでリスナーの方には条件がありますその入浴剤持ってきてください一個入浴剤くれたらそれ俺じゃご飯お前言ったことは責任取れよマジ持ってきてる人一人目ですからねただ一人目一人目は大事やなお前それ一人目以外にもんか「ごめんなさいもう終わったんですよ」とか言うなら1人目よ バレるって <laughs> そんなリアクションいいやいやバレませんだま,れバレませんというかやりますちゃんとこれを聞いてる後輩がいたらまず新たに話しかけてみてくださいだからちょっとこう事件の話でちょっと長くなっちゃいました、ねはい,はい,はい。メール行く前にと思ったんですけど、はい、メールをちょっと紹介していきたいと思います。うん ルナオマさんからでございます先日サニーブラウン選手と原家の話、まあ、僕が関わりをねちょっと話させてもらったんですけどルナオマさん僕の職場のパートさんの元旦那さんは、はい、ヤマピーの親父さんと飲み友達というエピソードがあります出ました世間は狭いですねこれすごくないヤマピーの親父さんと飲み友達ってだいぶすごくないこれ一旦ちょっとその話置いとっていいですかこういうのってめっちゃ社会ではありません 1>, その1個ワンエピソード出されたらそのマウントじゃないけどその1個私これありますみたいなこれって綺麗に終わったことある例えばさ、えー、とサニーブラウン・ハギムの全然そのナオマルナオさんが悪いとかじゃなくて<ー> 1>, 1個出るやその例えば癖で出しちゃうのよあ<ー>そのあ俺もあの人会ったことありますとかあの人サイン持ってますってっ時にうわそうなんや。 で終わりやん <laughs> その、まあ、エピソードあればいいけど、うん、このゴールがないけんやっぱこれでマウント取るのやめた方がいいんじゃないか説っていう <laughs> このゴールうまくないそしてゴールさななんかちょっと微妙な空気で終わること多くないなんかその芸能人をその格付けしてる感じもあるしね,ねそう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 そマウントの取り合いってさなんかこの人の方がすごいってちょっと言ってる感じもするやんそうそう,そ,うそれよりこっちじゃないみたいな、うん でもいいけど、ね、いやねいヤマピーのおやじさんといやこのヤマピーのおやじさんと飲み友達らしいねすごくいいよね<も>まあこれもあそもそもね直丸直馬さんの,あの同じ職場のパートさんの元旦那さんやから冷静に聞いたらめっちゃ遠いです <laughs> あのほぼ他 <laughs> じゃマウント取れてないやん取れてないです <laughs> ただまあこれはなんか印象残ってるんじゃないヤマピーヤマピーとかじゃなくて親父さんだか,だからその人もただの山下さんの可能性あるヤマピーと俗に呼ばれてるみたいなう噂でねこうどん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 こうな <laughs> きにしもですよ <laughs> 上がっていっちゃってるっていうのもありますけど,すけどただこういう話もありますから、ねはい、はいはいはいありがとうございます、まあ、面白いで面白いよねこういうの意外といやいいね本当世間狭いなって思いますからはいそしてラジオネームいらっしゃいませさんあらえー 私は将来飲食のお仕事がししたいいす素晴らしいえもしその夢が実現したら腹残しさんのような方のためにえ使用済みで落として取り替えたお箸を間違えないように色分けお箸にしようかと思ってます <laughs> <laughs> さすがでございますありがとうございますさすがでそれはめちゃくちゃ助かるお前,お前しか喜ばないやっちゃうからね俺落とした箸使っちゃうからま,あ、ねはい、また新田さんの提言していた大盛りの基準論争には衝撃を受けました <laughs> の当たり前ですよ <laughs> あれは考えたこともなかったんですよ <laughs> 大盛りをなくして半量サイズというのをメニューにして1.5、うん、倍にも2倍にもできるというのはどうでしょうはいはいはい、はい、価格設定が難しくはなります、うん、まあそうですねホ、えー、スピタリティ溢れるおもてなしでたくさんの方に愛される店をいつかやりたいですと、うん、だからすごい自分で店開く時のために参考にしてるってことだよ新素晴らしいねありがとうございます ままだありますか続きいやないですねあの,この以前ねこのラジオで紹介させてもらった、うん、あの風ーというラーメン屋さんが原の方にね、はい、あ,のあるんですけども、うん、先日ももうてもういうか毎月毎週毎週という毎月月23回行ってるんですけど、うん、あの気づきましたメニューにチャーハンの写真が載ってるんですけど、はい、あの半チャーハンセットが他の店の,あの普通サイズなんですよ半ではい、はい、ああそうねそうでそ、ね、チャーハンセットが2倍サイズなんですよ でもそれって文字だけじゃ分かんないじゃないですか、うん、けどフービーはちゃんと写真でチャーハンをまず丸く盛るんですよ、うん、これが半チャーハンにその斜めに立てかけるようにもう一個の丸のハチャーハンをのっけてるんですよってことは2個あるじゃないそこで2倍だよってもう分かんねんそれでそうでフービーが好きだよっていう話 <laughs> 本当にいいとこですあそこは美味しいしね何より。<laughs> それいう店を目指してほしいってこといらっしゃいませさんにサイサイ何ですか本当に本当にすみませんなサ<何>ーって始まる何かを喋ろうとしたけど返事せーって言われたけどさとイでサイ <laughs> や出してたんや そ仕方ないな、じゃない。そうや、サンス得やから。いいね、なんか素敵。素敵よ。いらっしゃいます。ありがとうございます、俺らのために。うん。だからオープンしたらちょっと教えてほしいね。そうね。みたいなそうね。文字で。ですごい基準設けてくれたバパリパリ細かいやつ。めっちゃトランジットのこと好きやんってなっちゃうこっちが申し訳なくなる。ありがとうございます。で、ちょっと時間ないですけどいやいや、行こう行こう、これは。今日はいつしか来てないんで。あ、行けますじゃあ。ショート晴れるや。 ショートハレルヤショートハレルヤチャンスいっちゃっていいですか OK ですはいじゃあ行きますハレルヤチャンスいつもこの一歩目の音間違えますよね外すというか一手一音目さあ今日も始まりましたそこまでないな人一人が今日も始まりました今日はですね今も青春さんから ー素晴らしいね来ております。はいえー、私のハレルヤチャンスです。<ら>15年前の春、うん、4月5日の夜明け頃に戻りたいです。もう素敵やん。実はその日に夫がプロポーズしてくれたのですが、お<ー>何を考えてたのか、寝起きで結婚を申し込まれました。あらら とても嬉しかったのですが<う>寝起きで記憶がおぼろげで夫が何と言ったか正確に思い出せないので、ええ、なんだかもったいない気持ちなんですちょっと何か素敵すぎて鳥肌立つんやけどハレルヤチャンスで戻ってボイスレコーダーを仕込んでおきたいうーわ好きなんだ旦那さんのこと今もこれ最後の一文もいいです何 大好きな夫です。ちょっと鳥肌立つんですけど、恋愛大好きなんですけど <laughs>。なんでお前恋愛大好きってそういうことじゃない？えー、恋愛大好きなんです。自慢し出るんですけど、恋愛の話聞いたら。<laughs> これはね、あの非常に文章力があります。まずちょっと素敵。これもだから。 なんだろうねないいうことがもうえ,えその幸せなんだってえ戻んなくていいよいやだからでもそのすごいよねだから好きがゆえに何て言ったのかがずっと気になって15年間好きでむしろもっと好きになっているという、うん、素晴らしいねいやそうなんかこの優しくもなくておじさんになった彼ですが大好きな夫ですという。 その一回、姿勢を使う文章の中で一番好きな文です。そうね、あわよくば。うん、その今では、その優しくもなくて、ただのおじさんになったんですけどね。 らいで終わってもかかったもねあえてのでももうその好きが溢れてるから書いちゃう今回はいいでしょうじゃあお前にそんなこと決められないからねいいよ別にいいよいやでもこれいやこれで戻ってボイスレコードボイスレコード取って今でも聞きたいってことですよねそうよねでも俺やっぱこういろんな背景が見えるよこれにはだからさその聞きたいけどやっぱ聞けないみたいなのもなんかちょっといいやんいいプライドというかさははいいなんかこうそ言ったのなんてさ こう野望だよみたいな感じで聞いてないっていうことでしょこれまあ,あと結婚する前に同棲してたんだねその感じであるね。<laughs> ね いいですね。僕はちょっと冬かなと思いました。<で>え、冬って書いてあった冬。冬じゃないです。春です。春すみません。あの, <laughs> あの、はっきり僕、あの、四月五日って言ってるんで。すみません。はい、そうですみません。言った後に、あ、今、つい言ったかもしれないってでも、これ、すごくない。夜明け頃に戻りたいでさ。寝起きで言うってさ、なんか、こう、素敵よね。なんか、プロポーズってさ。なんか、例えば、こう、ね、夜景の綺麗なところでとか、うん、なんか、高級レストランでとか、はい、教会でとか、いろいろあるけど、なんか、こういうのもいいよね。いや、いや、だから、その日常の流れの中で。 みたいいいななこででもよくいるじゃないですかその例えばこの女の友達とこの話した時に、うん、俺なんかプロポーズ例えば普通に洗濯物畳み寄ったりとかバラエティ見ながら笑うてお酒飲み寄った時に「うん、ああ結婚せん?」とか「結婚してくれん?うん」って言うの俺結構好きなんよねって言ったら「うん、はいやちゃんと綺麗なとこでやれよ」って <laughs> <で>。<laughs> 女友達、俺の周りの女友達、みんな言うんですよそういう人もいる。はあとか言われる。その、えその、ええ、その金使わんつもりとか、なんか、めっちゃ言われる。いやゃあ、そういうことじゃなくてって。でもやっぱそう、でもさ、その、そ,のそういう声限ってよ。その、好きなやつにやられたらさ。一頃、うん、やね。いや、まあ、そう、だよ、好きじゃないってことよね。<laughs> そう、だから、そういうことだよ、ね、そうなんだよね。ねそ,うそう、だから、好きな人に限るという言葉よね。俺、多分、あのー、遠回しに振られた回数、日本記録持っとると思う。俺、多分。<laughs> 遠も足振られ回数 <laughs> 危ないって思うやろこいつこのままだと言うぞって新たに言われるやばいこいつ私のこと好きになるぞっつって <laughs> せめて金だけでも使わせようと思って素晴らしいねどっちも素敵なプロポーズですけどね、うん、もちろんすごい計画立ててまあただその夜,夜明けぐらいに戻りたい夜明け頃ってうつた,ただボジレコー出し込むんだったら寝る前ぐらいがいいんじゃないですか一回,回起起ききたらこのアラームのの音とかでで相手も起きますのでいい ちょっとギリギリでセットするにはちょっと不安が残りますんでんまあ寝る前がベストかなとは思うんですけどそれか<え>うん寝る前でしょうねタイミング教えてあげるコーナーじゃないのよだよそうなんですかいいのそれぞれ戻りたいところあるベストタイミング教えていやただなんか素敵でしたねいやマジいいねあのーあったまるなんかね<っ>この文章なんか本当にいいんよないやな持って帰っていいよそのメールいや違う違う <laughs> そういうことではないあったまる冬とかはそポッケ入れる時あったかい,いやあったまないよその髪は髪だもん <laughs> こいつ心ないわマジでいやそれはどの気持ちで言ってんの<れ>心あったまると思うはかる分いいだだかる分かる分 <laughs> かる分かい分かるいかだ分かる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 分 そうやね、早くそれもでもすごい文章力なんかその情景がこう思い浮かぶっていうのがすごく素敵なこれでもね6年目で言うのと15年目で言うの違うからねこれからも末永くお幸せにそして次ねあの旦那さんが言った時にはあのしっかりと耳で録音してもらえればなと。うん そう思いますよね<あ>これ。いいおしゃれな表現してし。うん。まあ心にって言いたかったけどなんか耳って言っちゃった。<laughs> いやいいいいんじゃないそれはですか、ね。でもこの方ねプロポーズ作戦見たことなかったけど興味が起きましたとこのコーナーに。ー見てほしいゲオとかあるんで。かそういう方がいるというのも嬉しいですね。そうですね。 いや、素敵なハレルヤチャンス、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。今日はちょっと一通だったんですがね。うん、皆さんまたこれからもどんどん送ってください。はい、よろしくお願いいたします。ますそれではこのままエンディングでございます。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか、ね、ごめん、あらた、なんかあった。 え飲むな指さしてなかった今飲むああごめんなさい大丈夫ですもう幻覚が見え始め全然指さして喋りたいことがあったのかな喋りたいことあったら喋りますこ勝手にそう勝手に喋ります指さしてオレオレとかやらないです喋ります俺ら裏ではそう喋るたんで手あげてんだよみたいな恥ずかしいですそれてそれバレてバレてっていうか今日はちょっとね我々そん n s c 福岡二期生の事件についての 話からさせていただきましたけどね。まあこれ本当は新たがその最初に声かけてきた後輩にこのご飯を連れていくというのはもう。 決ままっておりますのでもう皆様このエンディングを聞いてる方だけでもとりあえず声かけてみてください後輩は,い、<laughs> は LINE でもいいんでそしたら内容でも審査されるかもしれないんで本当にちゃんとどこでも全部聞いてるかどうか <laughs> <laughs> そ試される可能性もありますのでこれはぜひね皆様もう第1人目になっていただきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします、うん、そしてあの推薦メールはねもう終了しましたが、うん、皆さんからのメールこのトランジットどこでもラウンジは特に メールがやっぱ楽しくてね、はい。皆さんとちょっと、あの、会話してるような気分になれますんで、はい。ぜひこれからも送ってください。メールアドレスは k、kor.rkbr.jp、kor.rkbr.jp、全部小文字となっております。これからも、どしどしよろしくお願いいたします。それでは今日も30分間お付き合いありがとうございました。トランジットのどこでもラウンジでした。また来週腕がかいや、まだ。まだ出てた。ちょっと噛んだよね。<laughs> バレた。リンクの貝月ラナと大空リコです。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。アップル、Spotify、Amazon ミュージック、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローをお願いします。ポッドキャストもリンクリック。